議会が開かれる議場の礼議会とは、貴族や選挙により選出された議員などによって、構成され、予算や法律の制定などを行う機関のことである。通常の議会では、有権者の代表、法律の制定、政府の監視の3つの機能を持つ。エドスクンタのセッションホール。議会の語源は、11世紀のフランス語、パーラマンで、パーラーは会話を意味する。 その意味は時代によって変化し、当初は君主によって召喚された諮問機関であったが、イギリスでは14世紀中旬にはイングランドとアイルランドの代表者会議を意味するようになった。議会による民主主義は議会制民主主義と呼ばれ、間接民主主義の一種である。また議会を重視する思想や制度は議会主義とも呼ばれる。以下の英語も議会と訳される場合がある。 各国の議会の故障には、それぞれの歴史や経緯が含まれている。以下は、主な故障の英語表記、主な採用国、語源だが、同一の議会でも、複数の故障が使用される場合もある。国会以外にも、多くの国際組織、連邦国家、州、地方自治体などにも、様々な故障で議会が存在している。近代議会は古代ギリシア、古代ローマの市民総会、 または、表議会、元老院と似た部分を持っている。しかし、どちらも、近代議会とは、歴史的に異なる性格を持っており、政治体制への組み込み方も異なるので、区別することが多い。古代ギリシア、古代ローマに存在した、民会や、元老院は、現在の議会政治に通じるものがあり、議会の起源と言えるものであった。しかし民会は、 市民直接参加、元老院は、貴族の会であり、議員ではない。古代ギリシア古代ギリシアでは、ポリスと呼ばれた多くの都市国家が存在し、政治体制は、それぞれのポリスごとに異なっていた。こうしたポリスの中には市民による民主主義政治を行っていたものも少なくなく、直接民主制ないし間接民主制の議会政治が、実現していた。 代表的な都市国家宛内では市民が全員参加する民会というものや市民によって選出された評議員で構成される500人評議会と呼ばれるものが存在していた。しかして期待する軍事都市国家スパルタとの戦争等によって政治が不安定化し機弁化と呼ばれるソフィスト等の出現による 腐敗政治が横行したため、スパルタに敗戦後は30人政権へと移行していく。古代ローマ古代ローマでは議会に相当するものとして、元老院と民会を挙げることができる。王政打倒後の共和制ローマでは、行政は政務官が担当したが、これらの政務官は、ローマ市民によって構成された民会を通じて、選出された。もともとは王への助言機関であったと言われる。 元老院は政務官経験者から構成され、法案の審議や政務官候補の選出などを通して国家方針の策定に大きな影響力を握った。古代ローマでは最終的な立法権や政務官の選出権は民会が独占していたが、元老院は課長の集合から出発したという伝統を背景とした圧倒的な権威を持ち、 民会の動向を事実上左右することができた。当初、政務官職は貴族のみに許され、元老院は貴族によって独占されていた。身分闘争の結果、政務官職が平民にも開かれると有力者であれば、平民でも元老院に議席を持つようになり、旧来の貴族に有力平民を加えた、新貴族と呼ばれる有力者層が形成されるようになった。 この新貴族は、元老院議員を世襲によって独占するようになり、伝統を重視して、ローマの政治を自分たち中心に運営していこうとした。一方で、ノビレスの中でも罰族派には属さず、潜在的には力を持ち続けていた民会と、一般平民の力を利用して、自己の勢力拡大と、政治課題の実現を達成しようとする者も、も現れるようになった。 有力な平民派政治家に主導された民会は時に元老院の意向に反した行動を取ることもあった。こうした元老院と民会の仕組みは現在の上院、下院の概念の基礎ともなり、アメリカ合衆国連邦議会等は名称や機能等制度設計などで古代ローマを参考にしている。元老院も民会もアウグストゥスによってローマの政治体制が 共和制から帝政に移行した後も存続したが、帝政という一つの人格に、すべての権威と権限が集中する、政治体制の中では徐々に形骸化していった。中世から続いた絶対王政からの脱却というものが多く、議会という語は、ヨーロッパ中世の封建議会を指す場合にも用いられる。近代議会政治は、英国、アメリカ合衆国、 フランス等で確立し他の諸国に普及していった。アイスランドアイスランドでは930年に定住地域ごとのシングが統合したアルシングと呼ばれる議会が創設された。これは極めて民主的なもので議会制民主主義に基づく近代議会政治における世界最古のものと言われ現在にまで至っている。英国英国の方権議会は 絶対王政時代に力を弱めつつも消滅に至らず近代議会に接続した稀な例である。英国議会は国王が掌握する行政府に課税承認権を盾にとって対抗し行政の死位を制限しようとした。国王との対立が決定的になると1649年に 新京と革命が生じ国王を処刑し、1688年の名誉革命で国王を追放した。名誉革命以後の議会は引き続き国王の行政権力を認めたが、次第に権限を拡大し、18世紀半ばに議員内閣制を実現して行政に対する優位を確立した。現在の歴史学会の通説では、フランスに脅威を感じたオラニエコーが、 英国の動向に目をつけ、その大義名分として、権利焦点の内容を成すビラをばらまいたとされる。この過程で会員である庶民人の選挙権が拡大、公平化され、身分制、特権議会は、真に、国民代表機関となった。また極めて早くから政党が発達したため、議会だけでは、世論統合のスピードが遅かっただろうところを、政党が、中間団体として、 よく世論をまとめ、国民に、明快な選択肢を提供し続けてきたことも、英国議会政治の成功の一つの理由である。また現在もその後のままに世襲貴族や、任命貴族による上院に相当する、貴族院も残存している。貴族の院という名目は境外化し、一大貴族に、任命された有識者による、最高の院という側面が強くなっている。 フランスフランスの封建議会は絶対王政の時代に開かれなくなった。財政難と貴族勢力排除のために1789年国王が三部会を召集すると三部会の第三身分議員を中心とする多数派が制度改革を求めフランス革命が始まった。革命派は社会契約説を根拠に国民主権を宣伝し最終的には 国民主権の唯一の担い手として議会を位置づけるに至り、男性普通選挙による議会制度の憲法を制定した。以後の反動でこの理念の実現は長く妨げられたが、国内外の共和主義の理想として影響力を持った。ただ、フランス自身は議会主義と権威主義の間を揺れ動いた。理由の一つは議会諸政党が一致して、 行政府に対抗するということがなかなかできなかったためである。現在では国民直接選挙の大統領の権限、権威を強化し議会の不安定に対する一つの回答としている。アメリカ合衆国米国では英国王の特許上で成立した各植民地がそれぞれに議会を持っていたが13州としてまとまって1776年に独立宣言を行った。 大陸会議が名称的に起源となって1789年に現在に続くアメリカ合衆国議会が開始された。当初より選挙制の会を持ち国王が支配した行政府への嫌悪感重税を課した英国議会への反発から慎重に議会、行政府の権限を組み合わせた大統領制を導入し成功した議会運営となった。 ただし黒人差別問題は長く残り、形式的には南北戦争後の1870年の憲法修正15条により、実質的には1965年、投票憲法により選挙権の不平等が解消されるまで、現代的自由民主主義には遠かったと言わねばならないだろう。近年大統領への権限集中が起き、 帝王的大統領と呼ばれたことがあったが、議会は、機敏に大統領の権限抑制に動き、またその傾向が行き過ぎた場合は逆に大統領に、項目別拒否権を与えるなどして、おおむね安定的に制度を維持している。議会制度の種類には、一つの議会を設ける一院員制と、独立した二つの議会を設ける二院制がある。二院制は、身分ごとに会合した中世ヨーロッパの、 身分制議会の異性である。それぞれの議員は様々な呼ばれ方をするが、一般的に国民を平等に代表するものは会員と呼ばれ、身分、職能、地域などに基づく特別な代表方式を取るものは上院と呼ばれる。稀に二院制をさらに二院制と両院制に分けることもある。ほとんどの議会制民主主義国家では議会は 国民による選挙によって選出された議員によって構成されている。議会は国民の代表である議員によって構成されていることによって実際には政策決定の現場に関与していなくても国民すべてが関与したと犠牲される。議会は議員自立権を持ち議長や事務局の選出、議員の資格総称、懲罰、会議運営等について 議会が自ら行うこととされ、他からの干渉を受けないというもので国権として独立した機関を保っている。現在のほとんどの議会制民主主義国家では、三権分立の観点から、議会と政府との役割は分担され、権力の分散が図られている。多くの場合、議会は議決機関、政府は執行機関と位置づけられ、それによって基本的に議会は 立法を政府は行政を司さどることとされている。議会は決定機関としての立法を司さどっており、法治国家の根幹である法律を制定する機関として国家における最高機関として位置づけられていることが多い。行政に対しては予算承認権をはじめとして行政機関である政府に対する監視、監督のための様々な権限を持つ。 議会の立法権能に付随したものと言われることもあるが、国政全般について質問し、そのために承認を呼び、資料を提出させる、国政調査権は重要な権能である。また議会が制定する法律が、本来的な上位の法であり、政府が定める、政令等は、補完的、従属的である。司法に対しては、裁判官の選任、または、罪人につき、 何らかの関与をすることが多い。日本の場合は国会が国会議員で構成された裁判官弾劾裁判所と裁判官訴追委員会を設置する。現在の政治体制はそれぞれ議会統治制、議員内閣制、大統領制等に対別されるが、それぞれの政治体制によって国家における議会の権限は異なってくる。議会制は大きく。 表議会制と政党制に分類されるが、現在ほとんどの国家は政党制によって政治が動いているため、議会は政党という存在に深く関わってくる。政党は、ルソーなどの大陸の哲学者やアメリカ合衆国の建国の父祖たちには意味嫌われたが、実際には議員同士の派閥から始まって、次第に各国にも広まった。選挙権の拡大につれ政党は、 次第に議会の外に応援団を持つようになり、逆に議会の外の勢力に利用されもするようになった。特に近代、マスデモクラシー状態となると、政策を広く呼びかけ、選挙時には大量に有権者を動員するシステムとして、政党の存在意義は、ますます高まった。また、政党の選挙公約を通じて国民は意見を統合するようになり、 それがために選挙公約を誓って当選した平議員に対して公認権を握る政党指導部の権威は強まった。これが講じて議員内閣制の国では政党を通じて国民が首相指名に関与できる事態に至った。第二次世界大戦に至る童貞で特にイタリア王国ナチスドイツで一党独裁制による暴走により議会が 機能低下したという経験から、戦後一時期、正当性について会議的な考えも学会には広まった。だが現実政治では、政党は行政府を支配し、その各種の政治資源分配機能を支配したため、よりますます協力となった。議会は結論の決まった議案を審議し、時間が来れば通過させる、ラバースタンプとまで揶揄されるようになった。また、 行政府についても、与党議員の不当な介入を許しすぎている、汚職の温床となっている、党の批判が強まることにもなった。20世紀に至って、多くの諸国では政党を議会制度に公認するようになり、各種の補助金を出す国まで出現している。しかしその国の実情にあった、政党性は何か、議会の審議機能の正常な運営といかに調和させるか。 さらに行政府の公平な運営をどう確保するか、とどの国でも困難な模索が続いている。議会を構成する議員の公務遂行においては、資質だけではなく、連直性、さらには、私生活上の道徳性についてまで、国民の厳しい監視を受けるに至っている。逆に国民の信望を集めた議会ほど強いものは、現代政治の中にはないと言えよう。議会の権限は、 行政府の権力集中に対する重要な権制となっている。独裁を目論む権力者は議会の諸権限を剥奪しようとするし、議会の諸権限を剥奪した権力者は独裁者に転じる。近代以降の非民主主義体制は、上記の諸権限を実質的には備えていない弱い議会を持つ、あるいは議会を全く持たないことが多い。ただし、 議会が強い権限を持つことが、そのまま民主主義体制を意味するわけではない。国民の中の少数派や多数派を排除する体制がある。初期の議会では、財産や納税額によって選挙権が制限されており、性別による制限は20世紀まで続き、人種による制限を持つ国もあった。また、共産主義各国は、得意な例であろうが、そこでは、 ある種の議会的組織が、憲法上は、強い権限と、公平な選挙制度を持つものの、実際は選挙と選挙後の議会運営は単一、または連立の与党に、支配されており、かつ選挙の自由が、実質的に制限され与党の内部構成も、国民の多数派を排除していた、というものであった。ありがとうございます。